麻布和敬の竹村隆二と申します。秋ナス、秋みょうがの お味噌汁ご紹介させていただきます。はい、この愛媛県産の裸麦を使って今日は秋ナスと秋みょうがお味噌汁作っていきます。でこの裸麦はお味噌汁の具材として、食べていただきます。じゃあここにまず、お出汁を取っていく感じで水、火をつけますね。水を入れます。そこに昆布入れます。で生の状態の裸麦入れます。で少し、頭とこうお腹のところ苦味が少しあるのでここだけ、取り除いて半分に割っている状態の煮干しを2本加えます。これで、まず一煮立ちさせてあげてください。一煮立ちさせた後火を止めて冷めるまで一度待つ。この間に昆布や煮干しの旨味も出るし、この裸麦が柔らかくなるということがあります。半分に割った方がやっぱりお出汁は出やすいです。あとは今日みたいに温めて出汁を取るのか、それとも長い時間で水出汁にするのか、これによってもこうまろやかなお出汁であるとか、昆布もそうなんですけど、あんまり温度を上げすぎると旨味は出ないから60度ぐらいの方が旨味が出るよっていう昆布の考え方もあります。そこはどういうやり方をするかだけなんですね。割っている方がやっぱり旨味は出やすいと思いますね。割ってあげる。一度しっかり沸騰させてください。あんまり少ない場合は冷めるのも早いから、これは今日は 250cc だけど 500cc くらいの方が本来はこう出る、冷めるのに時間が少しかかる方がいいっていうことですよね。でこう沸いたら火を止める。でこのまま冷めるまで待つ。でその間に、今回はお味噌汁の具材としますの一つとするお茄子、このまま入れちゃいがちなんですけど、そうするとどうしても食感とか、甘み、食べた時の感じっていうのがあまりこうまろやかさが少ないので、軽くここで一手間油で炒めておきます。炒めた状態のお味噌汁の具材として使うっていうのを今回させていただきます。後から味噌汁に入れても火は入るので、そんなにこう入念に炒めるっていうことはないですけど、中途半端に火を入れるとアクが回ったように黒くなってきますから、そこだけちゃんと一度は火を入れるっていうのを注意してください。結構ナスはこうやってね、油を吸ってなんかこう乾いた感じになってきてしまいますから、ただこれで油を吸うことによってナスの色は止まってきます。でもだからちょっと油は多めで炒める感じの方がいいと思いますね。これくらいの感じで炒めてくださいね。はい、では一度しっかりこう冷めてきたら、ここに、具材となるお茄子、炒めたお茄子ですね、そして小口切りにしたみょうが、でもういんげんも、さっと茹でてあるいんげんも加えてくださいね。これで再度火をつけて、お味噌溶いていきます。少し温まって、もう少しで沸いてくるよっていう頃に味噌溶いて、味噌を溶いてからはもう味噌の香りがやっぱり大事にしたいので、沸騰させないようにしてください。この時もやはり秋ですから、みょうがの香り、茄子のお味で、インゲンや裸麦の食感っていうのをね、楽しんでもらったらいい。ただお味噌汁飲むものと思ってるけど、中の具材で季節とか楽しんでもらえたらなと思います。これ溶いていきます。この味噌の濃さに関しては好みで、多少こう私はもう少し多い方がいいわとか変更してもらってもいいと思います。でもうここで沸かさないように、みょうがなんていうのはもうほとんどすぐ火が入りますから、あと他は火が入っているものだけなので、ここで、お味噌溶いたら少し味を確認して、はい、これで出来上がりです。
はい、こちらで、秋茄子、秋みょうが、お味噌汁出来上がりです。